武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。今回は福岡教育大学の小論文の勉強について話していきたいと思います。小論文ですが、まず初等教育と中等教育で、それぞれ、2パターンあって、まず初等教育では共通の小論文と幼児教育の小論文、そして中等教育では共通の小論文と社会科、の小論文があります。まず初等教育の共通の小論文は60分で題問が1題、こちらは2018年から60分になっています。で、幼児教育に関しては120分で題問2題となっております。で、中等教育は60分で題問1題で、中学校の社会ですね、こちらは100分で、こちらも題問は1題、になっていますね。で、文字数としては60分の方はだいたい400字から1000字程度で、幼児教育は基本1000字が2題で、中等教育の社会はだいたいトータル1000字程度、という形になっております。なので幼児教育が結構字数ががっつり出る、形ですね。で、基本的に出題されている傾向としては、人文教育系の問題、やはり教育、人文科学系教育系の出題が、多いかなという形ですね。で、いわゆる教育論のようなものを、自分なりの見解なり考え方を書いていくようなもの、与えられるテーマに対して、要約して意見論述していくようなもの、になっております。で、課題文そのものは結構、長めで読めば分かるようなものが中心なので、課題文に与えられた情報をちゃんと読み取って、その上で小論文の練習したもので、しっかり、書いておけば、小論文対策してれば書けないようなものではないかなとは思います。ただ基本的に字数が時間に対して多めな試験ではありますので、その時間内に終わる、練習、見た瞬間ある程度回答を思いつく練習だったりっていうのをやっておいた方がいいかなというふうには思います。で、結構その書かなきゃいけないテーマ自体は学部学科に関わらず割と似通っている部分がありますので、これは通していろんな学部の過去問を通してやってもいいかなとは思います。ここの大学まとめてですね、時間は結構短めに対策するときはやっておいて、時間内にちゃんと回答できる、清書できるように練習をやっておきましょう。今回は以上です。武田塾公式アプリルート武田ができました。入試までどんな参考書を使えばいいかがアプリでわかります。カリキュラムや参考書の使い方などを一目瞭然です。ぜひインストールしてみてください。